それは憎しみなんかじゃない。それは人を愛する心、人を慈しむ眼差し。私はそれをウルトラマンから教わったの。大丈夫？青葉ニュータウン一帯が再びメガフラッシュの輸送と化しました。出動してください。了解。顧問隊、レンのいる場所に再びビーストが現れた。アンノウンハンドの目的は明白です。ウルトラマン抹殺。ラファエルは間に合うの？私が知らないとでも思っていた？センジュレーンの特効薬開発のため、あなたがプロミテの子たちと内通し、彼を監視していたことを。来訪者からより正確な情報を引き出すためのコンタクティを生み出すべく、クラス A の超能力者であるあなたの遺伝子情報をもとに生み出されたプロメテの子。彼らはあなたの子供のようなもの。なのに私は特効薬の開発を中止し、ビースト研究を優先させた。ひどい女だと思ったでしょうね。誤解です。神はサラの祈りを聞き、天使ラファエルを地上に派遣した。飛び時の一節です。ですか。レンの命が流れることはもう。大丈夫？喉渇いちゃったな。お水もらってくるからここにいて。君を狙ってる。それに君の体はもう変身するな。顧問の仕事って。え？人をこの世界を守ることだろう。俺もそのために使いたいんだ。ウルトラマンの力を。レン！レンがウルトラマン。
レン。本当に北米本部へ戻られるのですか？確信できたの。え？かつて牧俊一が自分に託された思いに応えてこの世界を守り抜いてくれたように。千住連、今のデュナミストにもあなたをはじめ多くの人が思いを託している。いかにアンノンハンドが強大な敵でもその思いを断ち切ることなどできはしない。お父さん、無事でよかった。葉月、この5年すまないと思ってる。だが私は分かったから、もういいの。ねえ、一つ約束して。ん？今度の私の誕生日にデートして、あの公園で。ああ、約束しよう。忘れないでね。私は決して忘れない、今日のこと。よろしいですか？お願いします。こちらへ。後でね。